6月10日パナソニックスタジアム吹田で初開催となるある大会が行われました。その大会はパナスタフットサルカップ2018。大会は午前午後の2部構成で行われ、全64チーム768名の選手が参加しました。午前に行われたのはチャンピオンシップコース、サッカーそしてフットサル経験者の選手たちが真剣勝負し頂点を目指しました。めっちゃ綺麗でめっちゃ楽しいです。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 夢のピッチャーな、あっちゃん。チャンピオンシップコース決勝戦、両チームともに決定機を迎えるものの、ゴールを決めることができず延長戦突入。この死闘を制したのはセレソン。優勝した得点の一つとしてあるチームとのスペシャルマッチが行われました。そのチームとはガンバ大阪の OB チームの皆さんです。かつてガンバ大阪に所属した OB メンバーによるスペシャルチームです。今日のためにコンディションもバッチリ仕上げてきたんで、プロの意地というのを見せて絶対勝ちたいと思います。参加チームが見守る中、優勝チームセレソンとガンバ大阪 OB チームのスペシャルマッチがキックオフ。まず見せたのはキャプテンの木村敦史。現役時代さながらの飛び出しを見せます。フィールドプレーヤーで存在感を見せたのはかつて2年間ガンバに所属した松田和也。豪快にシュートを決め OB チームが先制。さらに2年間ガンバに所属した端畑浩樹の個人技で追加点を挙げます。セレソンも OB 相手に攻め続けましたが、ここでホイッスル。2対0でガンバ大阪 OB チームが勝利を挙げました。午後からはフットサル初心者のチームが参加するエンジョイコースが行われ、女性、子どもたちの笑顔あふれる大会となりました。